エアソフト97のチャンネルをご覧の皆様、かすみんこと宝かすみです。はい、本日はですね、エアソフト97アルティメットカスタム MC51 をですね、かすみんがガンレビューしたいと思います。はい、こちらの銃をですね、実銃エアガンカスタム使い勝手とですね、順番にかすみんがですねご紹介したいと思います。はい、まずはですね、実銃について少しぺちゃくちゃ喋ろうと思います。こちらのですね MC51、 こちらはですねカスタムガンなのです。ベースとなるのはドイツ、ドイツといえばビール、ソーセージ、バームクーヘン、そしてヘッケラー&コックですよね。ヘッケラー&コックといえば G3 バトルライフルがあるんですけども、そちらをですねベースにこの MC51 は作られたんですね。 G3 は 7.62mm ナトー弾というですね強力な弾を使うんですけど、イギリスの特殊部隊 SAS がこの強力な弾を撃てるサブマシンガンが欲しいということで、同国の FR オーディナンス社、カスタムガンメーカーですね、こちらにですね依頼してサブマシンガンを作っちゃおうということになってできたのがこの MC51 です。 G3 が MP5 サイズになりました。はい、それで MC51 の名前の由来なんですけど、頭の MC はちょっと調べたんですけど分からなかったので不明ってことで、はい、この後ろのですねナンバーをですねちょっと説明したいと思います。ヘッケラー&コック社が銃に名前を付ける際に HK33 ですとか HK53 と数字が入るんですけど、最初の数字、まあ、MC51 でいうと51の5の部分ですね、こちらはですね種類ですとか、まあ、用途を表しています。例えば HK30 番台ですと、こちらは軍用モデルになります。そして HK40 番台になると民間モデルになります。そして HK50 なんとかなんとかですと50番台はその軍用モデルのですねカービンサイズ、サブマシンガンサイズになった銃のことを言います。その他です と、20番台というのがあるんですけど、こちらはですねベルト球弾方式の分隊支援火器などがあります。そしてその51の1弾ですけど、こちらはですね弾の種類を表しています。で1は 7.62mm のナトー弾、 2ですと 7.62mm の AK 弾、ジャハナンさんが好きな AK の弾ですね。はい、で3ですと5.56mm の M4 の弾を表しています。なので、例えばですけど、HK53 というですね、M4 の弾を撃てるサブマシンガンは実際にあります。このですね、MC51、実際に撃った感じですと、マズルフラッシュがすごく強力で、もう撃つと視界が全部炎になるらしくて、ちょっと精密には狙えないんじゃないかなということになってます。 7.62mm ナトー弾はですね、火薬が燃焼するためにある程度のバレルの長さが必要なので、それをですねこの MP5 サイズに磁石しちゃったので、なんていうんですか、燃焼しきる前にもう弾が出ちゃってるので、こう一瞬にバーッと炎がたくさん出てるんじゃないかと思います。次にですね、こちらの MC51 が出てくるかすみんの知ってるアニメとか映画をご紹介したいなと思います。でですね、アニメで言うと劇場版のスプリガン、こちらにですね MC51 が出てくるんですけど、スプリガンというのはですね、超古代文明の遺産オーパーツがあるんですけど、これがですね超ハイテクな、なんていうんですか、科学文明を持ったアイテムなんですよ。特殊組織のアーカムがですね、それをですね、守る
ていう話なんですけど、そのアーカムの中でもあのトップエージェントはスプリガンと呼ばれるんですけど、でそのスプリガンの一人であるオミナエユーがですね、その劇場版ではですね、こちらの MC51 をですね片手にダナダダーンと打ってるんですね。それがかっこいいなぁと思います。普段はですね、漫画の中ではですね G3 を使っています。あと漫画なんですけど、小林元文先生の漫画オメガ J でですね、自衛隊特殊部隊がアフリカにですね潜入してた時に使用しております。なので陸自装備にも MC51 は合うのかもしれません。はい、皆様お待たせしました。本題のエアガンのこの MC51 の紹介になります。こちらはですね JG 製の MC51 です。 MC51 でもストックが固定だったり、ハンドガードがプラスチック製のノーマルのものありますけども、今回ご紹介するものはスライドストックになって、こちらはアルミ製のハンドガードを備えたモデルになります。はい、こちらのですねストックなんですけども、伸ばすか畳むかの2択になります。ちょっと伸ばしてみましょう。はい、こんな感じですね。こちらのですねバットプレートが小さめですね。見た目よりはですね使いやすいです。コンパクトに体にフィット。こちらのストックもですね、あの各社いろいろなストックを出しているので、あの自分の好きなストックに変更することもできます。続いてこちらのハンドガードですね、アルミ製のハンドガードです。こちらのですね加工精度がですね素晴らしい。小さいバッテリーならこちらの中にも入ると思います。ですけどですね、こちらのハンドガードかなりタイトな作りになっていて、ですね、ぬかたつかないのはいいんですけど、取り外しがちょっと大変そうです。なのでですね、あのバッテリーは外付けタイプが必要です。そしてバッテリーなんですけども、こちらのグリップがですね付属で付いてるんですけど、こちらの中にですねバッテリーを収納して使うようになっております。ちょっとつけてみましょう。こちらのですねグリップの中にミニサイズのバッテリーを入れます。こちらの中にですね入れたいと思います。でこちらでですねつなげるんですけども、こうやってつなげます。でグリップを、これでバッテリー接続完了になります。試しにやってみますね。ちゃんとつながっております。次はセレクターですね。セレクターはこちらの左側、片側のみになりますね。こちらには。こちらですね、セレクターですけど、
こと分かりますか？カチッとカチッカチッと音が鳴るので、手元見てなくても、あ、線に振るんだなと分かりやすいですね。トリガーの位置なんですけど、近すぎず遠すぎないので、ちょうどよく吹ける位置になっております。でですね、こちらの中なんですけど、中ですね、チャンバーにガタつきがないので命中精度が期待できます。はい、はい、こちらの MC51 なんですけど、マガジンですね。こちらの500円がセットでついてきます。こちらのですね、マガジンはですね、こちらの先の方に、前の方に爪がついておりますね、エケみたいな。こちらのここにですね、引っ掛けて装填します。かっこいい。こちらのマガジンを取り外す際は、見てわかるようにですね、こちらにボタンがあるんですけど、これですね、これをですね、私の指じゃ絶対に届かないので、こちらのここにレバーがあります。こちらをですね、見ながらちゃんと外すことができます。指の短い私でもちゃんとスムーズに外すことができますね。で、続いてホップなんですけど、こちらのイジェクションポートをですね、コピングレバー引いて開いて、ここにあるんですけど、ホップはこちらのドラム式になっております。こちらで調整ができます。はい、次はサイトですね。こちらもドラム式です。あの MP5 についてるやつですね。あれですね、これは回して高さを調整して、で、距離をですね、狙う距離を変えるようになっております。から4まで、まあ、1が近距離、4が一番遠いところを狙うときに使うようになってるんですけど、ババゲだと1で大丈夫だと思います。その方が視界も広いので。はい、次はですね、内部のメカなんですけど、バージョン2のメカボックスが使われているので、エアガンとしてのポテンシャルが高いと思います。こちらのカスタム内容ですね、エアソフト97のアルティメットカスタムが施されております。一番いいカスタムですね。命中精度のグングニール、動作性のゲイボルク、こちらの2つが融合して素晴らしいカスタムになっています。そしてこちらの銃ですけども、モーターが国産のものに交換されていて、なおかつショットキーバリアダイオードが取り付けられているので、連射サイクルとセミの切れがとても良いです。次に命中精度に関しては、バレル周りやノズル周り、チャンバー周りが銃に合わせて調整されています。最適なパーツを組み合わせてポテンシャルを引き出しています。はい、私はですね、この MC51 を2日間ゲームで、サバイバルゲームで使用させていただいたんですけどもね、やっぱりあのいつも使っている MP5 と同じ大きさなので、とっても取り回しが良かったですね。私の MC5 と並べてみたいんですけど、こんな感じです。
同じですね。なのでいつもの MP5 と変わらずに使えてすごくおすすめでした。そして私がですね、こちらの銃をですね、サバイバルゲームで使用した動画がカスミンの YouTube のチャンネルの方にアップされておりますので、ぜひぜひ皆様チェックください。ありがとうございました。カスミンでした。